じゃあね、出発再開したいと思いますよ。よいしょ。これぐらいの角度でいいんだろうか。このセルフめちゃくちゃ安いですね。115円。115円、125円の間違いじゃなくてと。そう、さっきもね、行きしなね、通ってきてますけど、うどんのに向かっとく、あの時にもね、ああと思ってて、ね、今そうだと思ってね、回し、直しましたけどね、そこの前のところ、まあ、やっぱしいろいろ出てきますから回しましょう。どうせね、128GB のやつ買いましたからね、だいぶ余裕もありますしね、熊野市です。これカントリーサイン入ってるのかな、熊野ですよ。まあでもこっから遠いんですよね。尾鷲ぐらいまでだったらね、頑張ろうっていう気になるんですけどね、島だもんな。だってさっきのところね、もう紀伊の国ですからね。紀伊の国から、伊勢の国に入るか、一回ね、入って南伊勢町とかのあたりは伊勢の国のはずですからね。でそっから島の国ですよ。昔の律令国の国で言ったら3つの国またぎますからね、しれっと。いや三重県広いわ。広いというか長いですよね。でこのあたりはドラッグはセイムスの独壇場なんですね。行くところ行くところ全部セイムスですね。結局あそこで買っちゃいました。これコーナーでね、多分三重県三内館のホームセンターじゃないですかあれね。でも安いですけどね。四日市で、四日市って基本的に相場安い方ですけど、ね、産直ですからね、いかんせん。ね、生成して、その場で売ってますからね。石油の産直ってなんないやった話ですけど、実際にはタンクがチタの方にあるんで、チタの方が安かったりするらしいですけど。で、あっちの方で今125円ぐらいかな、相場セルフで、ね、個人とはいえすごい安いですよね。コスモが出てきた。ここのコスモいくら、あ、値段が出てない。フルサービスのお店みたいですけどね、値段が出てないんだ。ちょっと誤算だったのは、今ね一瞬止まってる間にね、このカメラをし直しとったんですけど、結果的にね、寿司を、お寿司を食べるタイミングがね、なんかなってるな。5時か。5時ですね。熊、花の湯。この辺りは全部ね、何でもかでも世界遺産ついてますからね。言い方がいたらいい。あれですね。とにかく熊の行動ですからね、全般が世界遺産になってますんでね。まあ、なかなかこれは管理も大変だとは思いますけどね、ですからその熊野古道に関するやつを全部に、ね、とりあえず世界遺産になられるというのはね、これはこの辺りの世界遺産の中でもちょっと独特ですよね。
物屋さんなんてのもあるんですね。この辺りは岩がね、こう、むき出しになってるのが面白いですね。写真、写ってないかな。獅子岩とかになってますね。あ、止まった。今のうち。すごいちっちゃいコーラの自販機が。最近ここまでちっちゃい自販機もなくなりましたよね。うん、普通のお弁当も美味しいんですけどね、なかなかこの浜のすぐ横にいろんな商店があるのが面白いですね。この辺り門下水浴の人も一段落して帰ってますよね、この時間だと。出し船とかあるんだ、この辺りは本当にもともと道路の便がね悪い点で、これが鬼ヶ城ですね、そう、あの比較的渡し船、新宮とかに行くのに、船で、なんか行くような文化が多かったのかな。結構川下りとかもねあって、まあ、北山村がね、あの和歌山県の飛び地ですけど、なんであんなわざわざ飛び地で和歌山県になったかって言ったら、あ、要は川で下って、交流、新宮と交流が多かったんで、その名残で、まあ、あの辺り一帯が紀州、昔は全部紀州だったんで問題なかったんですけど、紀伊の国ね、まあ、あっちが熊野とか三重県になるってなったん で、結局川でずっとつながっとる兼ね合いで、新宮との方の交流が多いから、ここはちょっと、和歌山県にしとこうかっていうような感じの流れらしいですね。あの飛び地が生まれた理由は前に北山村行った時に、なんか書いてありました。なんかね、あの村の道の駅やったかな、あの温泉施設とかがいろいろ入ってるところになってましてね、そこ寄った時にね書いてありましたよ、いろいろと。どうしてこんな飛び地があるのっていうね、熊野尾鷲道路のとこか。とりあえず尾鷲までこれ連れ抜けた方が早いですからね。それか尾鷲までしか繋がってませんけど、あ、水の水がもう川が入ってるんですね。タイユーズの香りが強いわけだ。それはいいわ、旅のお供にいいわ、本当に。バッキャラバッキャラハイビームで来やがった。こういうトンネルにね対抗ねハイビームで来られると目きますよね。よけようないですからね。さあ消えました、熊のアタシカ。これアタシカってのも変わった地名ですよね。新しい鹿って書いてね。あ、駅もありますよね、アタシカ駅って。さあ三山、メモリー自体はあと14時間取れるらしいから、まあ大丈夫でしょう。工事やってるのか、その兼ね合いで50キロ制限かかってるらしいですね、今この辺り。おお、ちょっと気をつけていきましょう。ちょっと詰まり気味な気もするけど、もうここから30制限なんだ。ここから30なんだ、早いな。まあまあ急ですもんね。あれだいぶ減速しないとやっぱし危ないですもんね。ここは左折はそのままスッと入れるんですよね。便利なコードですね。よいしょ。これが道がねストンとつながると、尾鷲の市街地をね、パスしてそのまま北の方に進めるんで、だいぶ速くなると思いますよね。
トンネルで多分中もストーンとね突っ切るはずですからね。そのための工事車やろうかな。さあ、まあ、茎の方降りてても仕方ないんで今日はこのまま真っ直ぐ行きましょう。茎にも確か駅があるんですよね。ここの鬼の駅とかね、ここのファミリーマートソフトクリーム、王子山牛乳のソフトクリーム売ってるんですね。この辺りやっぱ王子山強いですからね。まあ三重県も強いですけど、やっぱややこの中西南西って呼ばれるようなね、中南西からこの、東紀伊、尾鷲の町も独特ですよね。結構海とやっぱ山が近いですからね。で尾鷲はここ越えたところにイオンやったかな。尾鷲のイオンも相当古いですからね、尾鷲になってくるとちょっと三重色強くなりますけどね。いやまあ今おるところ全部三重なんですけどね、やっぱそうですね。ここで138円ですもんね。やっぱさっきの115円は異常に安いですよね。エネオスのセルフで138円ですから。おっ、タイヤウェイがありますね。ここは大阪ラーメン。大阪ラーメン麺天章って書いてありますね。天津麺、あんかけラーメン、スタミナラーメン、ちゃんぽん。で横はラーメンハウス、お好み焼きとラーメン、かき氷、まあ、詰め込みましたね。早稲高校の前で主婦の、あ、そうか、先に主婦の店があるわ、ね、主婦の店があって回転寿司尾鷲、すごいですね。キング観光は、まあ、三重県が地盤ですけど、まあ、新宮にもありますしね、愛知にも名古屋にもありますね。結構でかいところですよね。あのオールナイトの取材でね、いろんな、ライターさんが来るのでね、有名なところと言っても言ったらパチンコ業界の人ならあーってなるのかな、で、あの奥に見えてるのがイオンですね。白いんでなかなか分かりにくいですけどね。このイオンもなんかちゃんと透かしてみたらジャスコの面影見つけれそうですけどね。まあまあボロボロでしょ。あ、でもここで一回休んどかんと何もないかな。ちょっと素焼の一杯でも食べて休みましょうかね、なかなか大汗のイオンね来れる機会ないですし、この辺りもねいつまでも持つものかっていう感じの、空気もありますからね。これ寄ってきましょう。まさかね、このレトロ感ちょっとこの価格だと分かりにくいかな。このまま屋上駐車場で、シンプルよっしゃ。というわけでね、やってきました。ここがね、イオン尾鷲店、三重県尾鷲市ですね。あ、ここからね、一発撮っとくか。